どうも皆さんこんにちは、こすけです。ヤマトチャレンジですね、じゃあ極限ヤマトラッシュかがですね、来るということで、1分前とかもう数秒前ですね、はい、待機しております。で、まあ、告知の方に出てたんですけど、イザナミ、ワダツミとかが出るということで、まあ、和の神とかが出るみたいな感じなんですけど、まあ、そしたら道中の敵もそうだろうなあという感覚があるので、道中というか雑魚系？あ、来ましたね。はい、それではフレンド選択します。はい、初見は、覚醒ラーで行こうかなと思います。で、おそらくね、これまでの傾向を見ると、まあ、おそらくボスは、あれですね、究極五右衛門でしょうね。まあ、ダンジョン名もね、非いずる国という書かれるぐらいなんで、まあ、それ日本だってこと。だから、まあ、ヤマトっちゃヤマトなんですけど。それで行きます。ドン、ほい。6フロアダンジョンか。で、金継ぐからか。まあ、1フロアはね、金継ぐなんで、そんなきつくないですね。とりあえず一発目は普通にコンボして、敵のステータスが上がってないかだけちょっと若干チェックします。あ、やべ。あ、危ねえ危ねえ。あ、四つ消しがで、次も、色はありますね。はい。何これ。ああ、そっか。いつもと変わらずですね。変わらずみたいなので、本当はカーリーとかで突破していきたいんですけど、まあ3バーストナックですね。色もありますし。お、お、お。あ、斜め入れよかった、悩みんとこ。まあまあでも突破はできるでしょう。光が降れば降ってこない。欠損ですね。で、損券がちょうど溜まった。で、封印か。あー、効いちゃうのか。これ、10ターン封印か。これちょっときついな。これまでの、その、極限系のボスの、まあ、ギミックをですね、ちょっと、洗いざらい見てたんですけど、まあ、1回目の、ゴッドラッシュ。ゴッドラッシュが、吸収でしたね。コンボ吸収で。で、2個目のヘララッシュが先制大ダメージ。あ、やべ、色決まっちゃった。で、三つ目の、あれですね。あ、やばくな、これ、キャンプ来るでしょ。はいはい。これ、大ダメージ来ちゃうなぁ。で、三つ目が、デビルラッシュで先制大ダ、全面毒ですね。で、四つ目がドラゴンラッシュで光闇半減、あ、光闇吸収。はい、ということで、アウトですね、これは。封印弾かなかったので、ほぼ終わったんですけど、まあ 100%、まあ 80% なんで、一応悪くはないんですけどね。ただまあ、そうですね、闇カーリーか、孫権の枠を何かしらに変えないと、これちょっときついですね。はい。きついというか、安定じゃないので、ちょっと、やり直します。はい。まあ、ちょっとなんか、闇枠ですね。ちょっと考えたんですけど、まあとりあえずまだ2フロアだったんで、まあ 80% にちょっと期待してもう一回いきまーす。はい、挑戦。あ、ランダムか。ランダムで、敵の AI とかも強くなってる。ランダムか。あ、これはちょっとあれですね。きついというか、ということは2フロアのイザナミももしかすると、あれですね、闇イザナミが出てくる可能性もこの瞬間ありますね。さあ、どっちだ。
どっちだっていうか。あー、なるほど。今回はここでいらっしゃるみたいですね。サンバソナクルでワンパンですね。はい。さらにここで根性、遅延ですね。ここで尊敬使います。で、次も色が運よくあるので、で、2位のそしたら一旦整地して、整地する必要はないんですけど、まあ一応ですね。はい、で突破しに行きたいなと思います。てか1でいいのか、こんなことしなくていい。てか、あー、しくったー。まあでも結局残ってるスキルがカーリーのみなので一緒か。で、欠損もしてない。で、ここで和田摘さん、まだボス前ではない。普通に攻撃してみます、一旦。あー、やべ、木が繋がってもうとる。シナリ、十層、はい。今ので25倍の7コンボか6コンボぐらいで、何のダメージか。次のフラのこと考えて、ちょっとあれですね、回復は残しておいた方がいいかなと、作った方がいいかなと思うので、ヒカキン光カーリーから使って突破していきます。一発目のダメージを見る限りでは、まあ間違いなく、突破はできるかなと。光、別に4つ消し入れなくてもいいかなとは、まあ思うんですけど。和田摘突破で、ボス前ですね、5フロア。おー、あっと、これはちょっとあれだな、怖いな。何ターンされた ?3 ターン、え ?2 ターンかな。え、でもなんかランダム、ランダムっぽいですね、なんか。はいはい。先日のその、なんだっけ。あ、でも関係ないか、これは。なんだっけ、あれ。濃紺のチャレンジダンジョンあったじゃないですか。あそこでボスの覚醒芝が使ってきた、ダメージ入ってた。で、封印が、封印じゃないや。ちょっと若干溜めたいですね、これ。あー、なんか変なことしてる。あ、やっべ。闇代わり使って、突破していきましょう。非常に光が多いので、多いんですけど、水がワンセットしかないと、ここミスらないように注意しないといけないですね。で、なんだ、ボスの先制ギミックが、なんなんだ、マジ、ちょっと怖いな。
あぶね。で、水が欠損してますね。根性か。はい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 。あ、ごめん、俺完全にマーク見えてなかったっす。そしたら、盤面調整しながら突破しましょう。闇が1セット、火が4つ、キー1セット消していいですね。はい、色はある。がしかし、やばいなこれ。天下ごめん。うっす。スキル遅延やばいなこれ。あー、待って、倍率は謎に決まってるんだが、回復が2万、うん。あ、でも、絶景かな、絶景かな、バインド。ちょっと怖いんで、とりあえず、常に全開状態保ちます。やっべ、倍率決まってる。あ、これはちょっと若干怖いな。11,499。なんかこれ逆、本気でこれ突破しに狙ったらいけそうじゃね？なんか。あ、でもさすがにな、光カーリーが一体バインドされてるからな。中途半端なダメージになって、やられ、逆にやられそう。カリカリがな、生きてたら、あー、きついな、どうしよう。かといって、スキルをため直すはちょっと若干ナンセンスな気がするんで、ちょっと攻めます、この回。あ、やっべ！気作り損ねたー。耐久は効きそうですね。さすがにボス前の格寿司さんがあんなやんちゃなことされたら、それはさすがに貯めれないと辛いんですけど。1万。でもなんか多分最終週じゃない、最終ターンになんかやってきそうだからね、ちょっとあれですね。222です。多分逆にこれカウントダウンの可能性もある。だいたい最近そういうの多いんで。あ、勝ったみたいな、スキルため直したら勝ったわ。からの、なんかでかいの来そうなやつもあるんで。やべー、光ねー、やべー。でもなんかわかんないけど、だよねー、なんか怖い。これ絶対なんか来るで。おい、しゃー、なんもなかった。お疲れした。五色の秘術からの3バスナックル。なんだ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 今回。あ、そういう感じか。なんもないんだ。なんかすっげえ焦って損したけど、まあいいや。はい、じゃあ終わりにしましょう。アテナバリに。
はい、ということで2回目の挑戦かなで、ノーコンクリアできました。多分おそらくこの五右衛門進化後でドロップするんじゃないかな。で経験値が4万2000ですね。いつもの術と変わらず。はい、でおそらく S ランクかな。はい、5万7800で S ランク取れてるので、ほぼほぼあれですね、クリアすれば、S ランククリアすることができるのではないでしょうか。はい、ちょっとワンフロアからランダム性があるダンジョンで、でそのランダム性もですね、過去だとドラゴンラッシュでね、伝説竜がランダムで出現するというところはまあ分かったんですけど、降臨系のモンスターが、ランダムで出現するので、ちょっと若干対策が打ちづらいところもまああるっつって、今のところ分かってるのは金継ぐと大天狗なので、まあ言ってそこまで、強い敵ではないですが、まあ封印アリーの根性アリーのでスキルチェーンアリーのスキルチェーンというか、まあ、スキルチェーンかアリーので、まあ、ややこしいですね、正直な話。やっぱ金継ぐじゃないや、あそこ、角づちを突破するときに、まあ、遅延を使ってるうちにその突破して、ボス、その敵の、でも遅延使っても絶対あれやってくんのかな。まあ、でも遅延中だったら多分大丈夫だと思うので、まあ、今回、孫権入れてましたが、時間とかね、あんまりそのラーのパーティーに遅延系ってどうかなと思ってたんですけど、最近根性系のモンスターが多いのでありですね。はい、ぜひぜひ、皆さん、ラーがお持ちとか、多色で攻略したいという方は、まあ全然できるかなと思いますので、頑張りましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。